はい、琉球もちっこバナナ収穫8日目の状態です。昨日に比べて、だいぶ緑が抜けて結構黄色くなってきました。まあ、今の季節もうちょっと早いですけれども、まあ、冬と同じような追熟具合かなと思います。まあ今回収穫分の中でも一番追熟が遅いものを選んでこうご紹介してますので、このぐらいかなと思います。昨日ちょっと紹介した、追熟早いよって言ってるバナナがこういう状態です。これでもまだあと数日やはり必要ですね。そんなに特徴的なシュガースポットまだ出てないですし、香りは全く立っていません。また引き続き、ご紹介申し上げます。